はい、今日はですね、この角の部分、細を切ったり、まあこうやって返しで引っ掛けたりね、まあ叩いて割ったりするとこのこれをね、ちょっと修正していきたいと思います。まあね、長く使ってるとこれ丸まってくるんですよね。なのでここをね、ちょっと肉盛りして、まあ綺麗にね、ピッと刃物にね、刃物のようにするっていうのが、今日の作業になります。ではちょっとやってみます。